相当州吉祥寺,寺にある仙壇林学寮の額体団林は仏教寺院における僧侶の養成機関、仏教宗派の学問書。断書、断所、法断書、断儀書、学寮、学林、前林、などとも称された。団林は仙壇林の略で僧侶の集まりを仙壇の林に例え仏教における学問書のこと。宗派の立場を超えた 仏教学の研究が行われ、その中で学派も分かれていった。団林は学生発布により廃止されたが、大学として現在もその名跡を継いでいる。塚根寺、中野院、大高不祥寺、千明寺、合山寺、江戸崎不動院、宗光寺、薬王院、青吉寺、長福寺寺、龍蔵寺、 新光寺、炎上寺、関東十一団林高尾山萌院、金光寺、宝生寺、三穂寺、山岳院、石上寺、宝恩寺、明城院、立花院、長久寺、一条院大蔵教寺、円楽寺、根頃寺、京成寺、寺昌院、明王寺、六寺増寺、長楽寺、大観寺、延明寺、関東十八団林、増城寺、伝通院、霊岩寺、 霊山寺、万寿院、伝薫寺、勝願寺、大善寺、清志国寺、光明寺、光慶寺、東禅寺、大岩寺、光慶寺、大光院、善道寺、長福寺、大念寺宗寺,寺寺、小学寺、万太郎寺、高倉学寮、千段林関東三、大丹林伊高丹林、小西真弓林、中村丹林の老丹林、玉作り林、三枚堂丹林、 南田二タニマユミハヤシ、ニ松ヶ崎真弓林、ハヤ九宝団林、東山団林、高上根団林、山品団林、海手団林、天ヶ崎団林、大沼田団林、ホッソ団林、宮谷二ニマユ大亀貝イマユミハりシ、オク団林、三沢団林。ありがとうございます。